サラエボ県の行政区分。9が、ボゴシチャボゴシチャは、ボスニアヘルツェゴビナの基礎自治体であり、サラエボ郊外の一角を占めている。ボスニアヘルツェゴビナを構成する2つの構成体の、内ボスニアヘルツェゴビナ連邦に属し、サラエボ県に含まれる。サラエボの中心部から6キロメートルほど北に位置して、おり、総面積は、およそ72平方キロメートルである。 1971年の国勢調査によると、ボゴシチャには14,402人が居住していた。1991年の国勢調査によると、ボゴシチャには34,647人が居住していた。そのうち、自治体の中心をなすボゴシチャの町には、15,98人が居住していた。2002年の国勢調査によると、 ボゴシチャには19,894人が居住しており、うち17,686人は、ボシュニャク人1,636人は、セルビア人452人は、クロアチア人120人は、その他であった。セルビア人住民の多くはボスニアヘルセゴビナ、紛争中に迫害を恐れ、セルビア人の支配地域ではなかった、この地を去った。 2005年、住民の91%は、ボシュニャク人であった。ボゴシュチャは1980年代には、サラエボ都市圏の一部として、急速に繁栄した。フォルクスワーゲングループなどのドイツやスウェーデンの会社に、関連する自動車産業、製造業などによって、大いに発展し、1980年代末には、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国で2番目に、 製造業の盛んな自治体となった。ボゴシチャは、ボスニアヘルセゴビナ紛争中に、セルビア人住民が大規模に脱出し、荒廃した。デートン合意によってボゴシチャは、ボシュニャク人やクロアチア人を主体とする、ボスニアヘルセゴビナ連邦の領域と定められた。その後、ボゴシチャでは、再建が進められ、産業も復興している。ありがとうございます。